そうですね、自分自身も初めての大会だったし、正直、さほどの差はなかったなっていうふうには正直思います。ただ、2年後どうなるかっていうのが、他のチームも、分からない状態な感じはしました。で、正直、もうちょっと強化できた部分、強化、できたかなっていう部分ありましたし、着実に、一歩一歩世界に近づいてきてるなっていうのは今回の大会を通じて、思いました。で、選手はよく一つにまとまって最後まで諦めずに頑張ったと思いますし、リザーブメンバーもそれなりの経験、次につながる経験もしたと思いますし、はい、今回通じて、本当に、来年のアジアカップ、その次の、オリンピックに向けた、いい、試合だったじゃないかなと思います。いや、サイズが全然違いますね。世界と比べたらサイズ、あとスピード、もうシュート力、もう特に、サイズで、なおかつ我々の、180代の選手と同じような動き、あと当たりも強かったですし、あとはもう状況判断の差がものすごく、出たなっていうふうには思います。もうソリバイ3今やってるその日本の、日本人の方はチャンスはあると思います。で、それとあとは今後我々はタフじゃなければ多分世界では戦っていけないと思うし、あとなおかつ大きい選手でもっと器用にならなきゃ多分世界で通用しないと思うので、まあ、そういう部分はしっかり、大きい選手を含めた小さくてもスピード、パワー、あとバスケット IQ が、備わっていれば間違いなく選ばれるチャンスはあると思いますし、少なからず日本の今後のバスケットはシュート力とスピードが、勝負だと思うので、ぜひ今後も注目していただけたらなと思います。